キピニート、おそろコーデです。ただ伝えたいだけなんだなんだ。いやわわしゃラペテスティッテテストッテテス朝だぜ、朝から動画を撮っていくぜっていう感じなんですけども、皆様ラベさんちへようこそ。今日もですね、お洋服を紹介しようかなと思うんです。ちょっと宝部さんと洋服を紹介するのが多くないですかってあるじゃない、思ってると思うんですけど、いや仕方ないんですよ、買っちゃってるんです。先週ぐらいからね、もうめっちゃ買ってしまうじゃん洋服を。でさらに昨日、違う、あ、一昨日か、ヒッピーさんとナギさんと大地くんとですね、横浜に行って、でそん時も洋服買ってしまったったい。だけど、ね、それも合わせて今日は4着皆さんにご紹介していこうかと思います。その4着の第1着目、1着目はこちらです。ピンクのトレーナーでございます。これも一応多分古着屋さんなんかな。デリシャスブレッド、このパン美味しくねって言ってますね。美味しいパン、美味しいパンって言ってますね。もうデリシャス、そんな主張する、そんな伝えたいことですか。このパン美味しくねってめっちゃ美味しい、美味しい、美味しいって美味しいって言ってますね。もう一つトレーナーがあるんで、そのトレーナーもね紹介していこうかなと思うんですけど、それがこちらです。こちらですね。これはあれなんですよ、前回としみっちゃんとタッキーと一緒にやったカブトムシとルーザーの時に着てたトレーナーなんですけど、これも古着なんかな、多分古着かバックプリントが可愛いですよ。おっさん誰だ、お前誰だってなるんですけど、これなんて書いてんだ。 Like an arrow and time lost me、 Like an arrow and time lost me。 ごめんなさい、わかんないっす。何を言うてや、お前は険しい顔して何を言うてや。この人知ってる人はぜひコメントをしてください。可愛いっすね。とりあえずおっち危ねえ、こけそうやった。まあ、ピンクもからし色を持ってなかったし、意外と着てみるとしっくりくる。もうなんか一着だけで十分可愛いんで購入しちゃいました。こちら先ほどのトレーナーの上から着ちゃっておりますけども、セーターでございます。イエーイ。これですね、すげえ悩んだんですけど買ったんですよ。後ろとかが可愛いなって思って、これ昔からすげえ好きで、チャイハネとかも、あ、もう皆さんこの俺ん家の雰囲気を見ていただいたら分かると思うんですけど、もう昔からアジアン雑貨が大好きで、チャイハネとかバリバリ着ちゃった。ただ洋服はあんまり買わんかった。久しぶりにチャイハネで洋服買ったんですけど、これねありっすね。これのいいところは丈ですね。丈が長いんですよ。そしてなんといってもとってもあったかい。しかしながらね、しかしながら外は NG なんですけど、もうね家の中でこればっかり着てるんですよ。この服ばっかりあったかいんです。はい、ラストはこちらでございますね。あ、違うこちらじゃねえよ、着てから言え。ラストです。ラストシャツです。このシャツ面白いんです。変形型っていうんですかね、ほらこの形、このダボダボとしたこの形がね可愛いんすよ。このシャツですね、なんとですね、ヒピニートおそろコーデです。はい、というわけでございまして、本日の動画は以上でございます。いかがだったでしょうか。もしいいなって思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、ザイチェン、アディオス、バイバイ。